ちは芸能人で分かりやすく言ったりすると そうだよね、そういう意味では、ね、芸能人多いですね。あのね、あ、やっぱり火のエネルギーが強いから、うん、やっぱり一番ね目に現れます。目力が強い、目力が強い人、うん、だから目がね、うんうん、ブワッとしてる人ですね。星ヒューマじゃないけどもうねメラメラってやっぱそうそうそう確かにね、星ヒューマね分かりやすいですが、うん、木村拓哉さんの、ね、あ目つきとか、ね、確かにね目力ありますよ ね、 そう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 、うん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 、そういう意味で目力ありますよ、ね、ありますか。ありますよ。いや私これ、うん、自分で調べたら意外とこう全部の性質に当てはまってたんですよ、うんうん、私。あ、本当。でもちょっと高かったの何その中でも。あのやっぱりねあのバーターです。あー今ねバーターです。今もう間違いなくバーターです。あーそうね、はい、してるし、ね、そうなんですよあとねマドンナさん、あやっぱりこういう ね、 ヒューみたいなね、うん、あのなんとなく分かりますよね言われると。そうそうそう、あ確かにあの人たちってそういう勢いがあるよなとか。木村拓哉さんしてそうですかって言われるかもしれない。マドンナしてあーなるほどね、うんうん、なりますよね。そうそうそう、うん、そういう人が多い。そうなんですよ。だからね、うん、消化力、さっき言った消化力が一番強いので、うん、あのね空腹が嫌なのこの人たち。あお腹すくのがね、お腹すくとね火のエネルギーが強いから、うん、イライラしちゃう、うんうん、だからねうん、本当そうね、確かにお腹すくとイライラする人多いですよね。あとね、うんうん、体温も高いの、うん、だからそういう意味ではちょっと冷え性なタイプの人はピッタ好きかも。抱きしめられた時にあったかいじゃん、ね、あ確かにねちょっとじゃあそうそうそう、あのカパの人はちょっとこうピッタに寄りがちなのもありますね。だから火のエネルギーの強い人ってあの、うん、まあ持てると思いますよ、うん、特に冬はね冬はねあったかいから ね、 ねちょっと近寄らないでくれるみたいな。だからその時にあの彼女から拒否されたからあのめげないでください、だって今夏なんだから、ちょっと時を待って冬にもう一度プロポーズするとなんかこう向こうから近寄ってくるかもしれないですよね。確かにね、それ大事かもしれませんね、そういう状況を見るっていうのがね。雪の降る中でプロポーズするとどうなったらいいかもしれない。どうしてもペヨンジュの離れない感じですね。ちょっとね、冬のそなたあの時期を好きだったんで今はちょっとね、今でもねピッタの人はじゃあ冬場を狙ってもらうってことでね。それでピッタだからピッピッピッみたいな感じだからきちっとしてないと気が済まないの。だから整理整頓大好き。ああそういう人が多い。そうだからお家に行ったりとか、うんうん、特にねあのデスクの引き出しを開けるとピタッとしてきちっと並んでる人、ああもうきちっとみたいな。だからそれでちょっとこう堅苦しいとこもあったりしますね。ちょっとあるけど、うんうんまあ、でもちょっと水の性質ね、ちょっとお茶でも飲みませんかみたいな、ちょっとカモマイルティーなんかあげちゃったりしてそうするとちょっとこう緩んで、ね、元々の性質がちゃんとあるわけだからお水で ね、うん、ねそうそうそう、いいかもしれないですよ ね、 そういうとね、そうそうそう、そんな感じで、はい、あんまり火が強くなって、ね、怒りが強くなったら水かけりゃいいんですよ、うん、なるほどね。そうするとちょっとこう消えますからね、火ってね、水かけるとね。そうそうだから韓流ドラマ見てるとねすっごい参考になりますね。カクカク来てる時はね、なんかこう頭からバシャーってかけられたらねちょっと落ち着くみたいなね、滝行とかね傾向はありますよ ね、 夏に行きたいですよ ね、 ね、そうですね、ちょっと冬は難しい、難しいですからね。確かにね、カッカッカッ来てる時に上からザーってかけるとどうちょっとシューみたいなね、ヒュってこうちょっと一瞬落ち着くっていうのがね、そういう時に水がかけられたから水がかかったいい女になりますので、ちょっと私なんだかんだ言ってやっぱり火のエネルギー強いわ、イライラしてるしすぐね、でもねやっぱり職場では リーダーでやんなきゃいけないし、ピッタだわねって言った時は水で、うん、海に入るのもいいですよね。だってもう全てが水だから確かにね、海これから夏だし ね、ちょっと海いいかもしれないですね。そうそう、うん、温泉もいいですよね、うん、温泉もね、うん、ちょっといいところばっかりですね、うん、なんかそういう意味ではこう海も温泉も、まあ、そういう意味では簡単でしょ、のんびりできるしね、水に入ればいいってことですもんね、うん、海でね別に入らなくても浜辺をちょっと歩いて歩くだけでも、ね、しょろしょろっと波が来るだけでもちょっと浴びるだけでも全然違うってことですよね。そうなんですね、うん、だからカパとピッタもそういう意味で相性いいです ね、うん、いい感じですね。バータとカパも相性いいって言いましたけども、うんうん、ピッタとカバーも相性いいですね。相性がいい、火がカッカッカッカしてるんです、やっぱり水、うん、ああ君と雪と僕落ち着くわっていうね、それはその時のやっぱり自分をこうちょっと見てもらって、そう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 、相手にね、そう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 、あの求めるといいのかもしれないですよね。ただね、ちょっと注意してほしいのが、はい、バータの、はいはい、ちょっと私すごく落ち着かなくてイライラしてる時、うん、落ち着かない時、落ち着かない時に火のエネルギーが強い人の、はい、ちょっと今日ねちょっと仕事しなきゃいけないとかなって、うんうん、火のエネルギーがね、例えばねお昼ぐらいでも空腹の時に、あー、はい、もうねミーティングしない、もう向こうお腹空いてイライラしてるから、うん、でそれでわーってくる風のエネルギーでしょ、うん、風のエネルギーってね煽るのよ、うん、
あなるほど、うまい感じですね今の。そうすると、まあ、とかっつって、うんうん、でそうそう合わなくなる、そう煽っちゃって余計火が強くなっちゃって、でそこにこれが夫婦だった場合、なんだお前はとかっつって、喧嘩のようになりがちですね。不安定でこう一つ、うんうん、少しじっとしてろとかってよく男の人から、ね、言われる ね、 ね、じっとしてほしいんだもん、じゃああなた家事しなさいよって煽っちゃうでしょ、うん、たまたカーッとなっちゃって、そうそうそう、やっちゃうから、お前の仕事だろみたいなね、そうそう、なんだよお前がそういうふうにやってるから俺だってなみたいな感じで、ね、なりますよね。そこだけ注意してる、だから、うん、あこれは彼のピッタをあの刺激しちゃったなとか、うん、あ僕は彼女のバーターを、はいはい、刺激しちゃったんだなっていうのを、うんうん、だってちょっと見てもらう。火はね、だって風が吹くと青ってどんどん火事だってボン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 燃えますよね。家も家燃やしちゃうんですよ。そうですね。だからどっちかが落ち着かせなきゃいけないんだけど、うん、まあバーター落ち着いた方がいいんだけど、うん、ね、あのピッタがね、あれなんですけども、ね、まあそういった時はまあ子供って水のエネルギーが強いので、どこまあまあまあみたいな ね、子供がつがいっていうのと ね、子供によってね、うん、ちょっとその辺が落ち着く可能性も ね、まあ、ねあるかもしれないっていうね。まあ、極端に言うとね、うんうんうん、一番人生の中で水が豊富だったのは子供の時です。うんうん、あ、うん、あ子供の頃は ね、確かにそうなのかもしれない。そういう意味で私ちょっと、まあ、話がポンポン飛んでるでしょ。男女の関係喋ろうって言ったのに。そうですね。そうそう、これはもう分かりますよね皆さん。今、ね、バーターが家で動いてる。間違いなく今バーターですね。だから、例えばあの、ね、やっぱりあの、まあ、男女の関係というのは星の動きもありますので、うんうん、そうですね、その時のタイミング、ね、魔が差すって言葉もありますし、勘違いしちゃったって時もありますし、まあ、ありますからね、出会った季節もありますからね、いろいろね、その時にやっぱり付き合い方で、ういうあの火のエネルギー、バーターのエネルギーというと、うんうん、バーター乾燥してるんだから水が必要でしょ。そうです、ね、ピッタも水かけりゃ火がちょっと落ち着くじゃん、うんうん、だからお互いにちょっとお茶飲みに行かないっていうのが、うん、ちょっと海に行かないとか、するとね、言うとうん、ちょっと川べりにお散歩行かないとか、うんうんうん、やっぱり水に近づくことって大事ですね。簡単に言うとね、簡単にね、うん、こうちょっと落ち着かせる方法としては水辺に行くっていうことをするとちょっとね、うん、いいね。でそういう意味では、うん、あの私ほらあの、ね、マッサージも昔やってた、あ今もやってるけど、はいはいはい、あ前アロマテレビでマッサージしてた時ね、うんうん、もう夫婦でねもう2人で喧嘩しまくっちゃって、うん、もうバータとピッタがもうどん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 上がっちゃうんですけど先生何とかしてくださいって夫婦の関係を良くしたいからって言って、まあ多いねきっと、ペアで お越しになる時もあったの。そういった時にオイルを使うの。オイル、油、そう、うんうん、オイルはしっとりして重いでしょ、はいはい、純正なんですよ、はい、水のエネルギーが強いから、うん、あの乾燥してるからオイル塗りゃいいのよ。だからオイルマッサージしてあげればいいの。なるほど、簡単でしょ。だから、うん、じゃあ奥さんの方からとか、うん、あ旦那さんとかっていう感じ で2人を順番でマッサージして、うん、そうすると2人で落ち着いて落ち着くんだ。でそれであの仲良くなって、うん、なんか帰りは手繋いで帰れるみたいなね。結構意外にね見ました、うん、そういう現場を。やっぱりそうあるんですよね、そういうのね。疲れてるなと思いましたけど、そういう時は、うん、あの他力になっていただいて、うん、ちょっと俺マッサージに行ってくるって言って、ね、うん、大事ですよね。そうそう、ちょっとね、そういう時離れましょう。そうですね、一番の解決は、ね、うん、ちょっと離れよう、ね、うんうん、あの別れなくていいからちょっと距離を置こうね。ちょっと一瞬ね、一瞬別れるんじゃなくて、うん、一瞬こうね、そうそうそう、うん、相手とこう距離を置くっていうのは大事ですよね。ピッタとバーターってねやっぱりね、うん、あのくっつきたがるのね、うんうんうん、ね、火も煽るしね、うんうんうん、もうあの2人がないと、うん、あの水はほらね、あの飯盒炊飯炊けないわけだから。確かにね、うん、そうなのよ、うんうん、風吹かないと、風吹かないとね、火煽られないしね、炊けないですからね、強すぎると火あるでしょ、うんうん、といった時は、うん、ちょっとその時はもう距離を置くの。だってそういう意味ではさっき、まあ、自分で飯盒炊飯言ったけど、うん、あ火強いなと思ったらちょっとほら緩める、ね、緩めたり、ね、風が当たらないようにちょっとするじゃん、うんうん、はいはいはい、ちょっと人間関係でも距離を置けばいい。なるほど、ね、それでだから離れてちょっと俺、ね、旅行に行ってくるとかさ、ね、私ちょっとそうね、そうすると探さないでくださいとか言っちゃって家でちょっと離れると多分相手の方が分かってくるから、うん、ちょっと落ち着くの、落ち着けますよね、お互いに必要なパートナーだったなっていうのがね、そう分かるのよ、うん、それ大事ですよね。そう、でそういったほどほどのバータのエネルギーになって、うん、ほどほどのピッタのエネルギー、そういう意味では灯火のねろうそくとそよ風のバータさんにちょっと、うん、あの落ち着かせて、うん、もう一回あの対面すると僕たちいい感じ、ね、いいねみたいな感じ、お互いがね、っていう風に思えるようになってくるっていうことですよね。そんな感じ。
よ。あ、それはいいかもしれないですね、まあ、そういう意味ではこの中でね、うん、カパが一番、まあ、そういう意味では誰からも好かれるかな。あ、だってそうじゃん、水かけりゃいいでしょ、バートも水近づけばいいでしょ、うん、なので、まあ、ちょっとこう2人ピッタとバートさんがカップになっちゃった場合、はい、ちょっとこう最近ちょっとね、ごちゃごちゃになっちゃって、うん、いつも毎日喧嘩してんだっていう時は、ちょっとそれぞれに、うん、水の強い、うん、カパの人と会ったり、会うといい、カパのだから水のある環境の中に自分を行ったりとか行ってするといい、ちょっと落ち着くから、どっちかが。じゃあちょっと理想はやっぱこのカパな傾向が強くなると、うん、こういいですね、落ち着きゆったりできるっていう感じですかね。だから自分の中に水を入れればいいわけ、うん、だから、うんうん、ほらよく水を飲みなさいとか水分ちゃんと取れって言うけど、まあ、取りすぎもそうすると日本人すぐ取りすぎになっちゃうから、確かにね、やりすぎになっちゃうけどね、ほどほどってので、それで冷たい水と温かい水ってまたあるからね、うん、冷えてる人はちょっと温かい水をゆっくりゆっくりで、うんうん、それはもう火が強い時はちょっとね冷たい水でもガバガバでもいいんですよ。だって火消さなきゃいけないんだから、ね、そうするとこうちょっとカパ寄りになってくるってことですよね。そう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 、お水を飲むことでね、そうそうそう、バータの人って結局乾燥してるし、うん、ちょっとやっぱ動きすぎて消耗しちゃうんですよ。そうするとね、特に女性の場合はね、はい、冷えるっていう症状が出てきますね。だから同じ水って言っても、うん、やっぱりちょっとバータ傾向の人はちょっと温かいものをゆっくりね、ゆっくり動きすぎだからゆっくり飲んでいただく動きすぎね、確かにね、とにかく鎮静させなきゃいけないから、うんうん、もう冷たい水でも何でもいい、冷蔵庫からすぐ出して飲んでもいいから、飲んでもいい、うん、そこはちょっとね、夏、うん、特に夏場だったら、うん、夏場だったら、うん、ピッタの人は冷たいお水でもいいからガーッと飲んでもらって鎮静させる、うん、そうそう、じゃあそんなこと言うとね、うん、じゃあビール飲んでいいんですねって話になっちゃう。ビールはお酒ですから、お酒はね、お酒はまた違う、基本的に乾燥させちゃうの、うん、さ確かにね、うん、カーって熱くさせて、うんうんうん、そうするとちょっと乾燥させる性質があるので、はい、うん、それじゃちょっとないの、水なんで、やっぱり水、やっぱ お水を飲むっていうのが理想。アルコール、ノンアルコールだから、最近ノンアルコールビールすっごい出てます、すごいいっぱいありますよ ね、うん、やっぱりね、で昔は美味しくなかったけど今ちょっとだけ改良されては来てますから、ね、そうね、まあまあ、でもまあ一応ね、お水の方が理想といえば理想ですかね。そうなんですよ。そうですよね。でもそうするとこの、うん、なんだろう、今ねピッタの人は例えばちょっと芸能人だったらこんな感じって言ってましたけど、ああ、そうそう、バーターの人だったらちょっと分かりやすく言うと、そうそう、バーターの人って結局一番分かりやすいのが、うん、動きすぎ、乾燥しすぎ、そうですね、さっきから言ってますけどね、うん、まあ、そういう意味では、うん、どっちかとこう野生型の人が多いですけど、いや先生私太っててそれ腹だけでしょみたいな時があるんですけど、確かに、ね、動きすぎるからすっごく消耗するので、ちょっと野生型の傾向の方が多いですかね。でただ手足も冷えてるし、あとね、うん、一番に乾燥してるから髪がパサパサ、ちょっと皆さんね心当たりある人多いと思うんですよね、うんうんうん、なんだけどボサボサ、私なんかそれが分かってるから、うん、ちゃんと髪の手入れはヘナを毎週やったりとか、クリームいっぱい塗ったりとかしてます。そうですね、ちょっと髪切られてすっきりされてますもんね。落ち着いて見える人って、うんうん、髪がしっとりしっとりしてますでしょ、ちょっとね、だから水がついてる、水つけなきゃ、なるほどね、だから夏ほどこれから、ね、うん、ね、夏になってくると、はい、熱中症が増えてきます。そうですね、だって熱中症の人って、うん、頭皮がね乾燥してるの。そうなんだ。そうだから頭に頭皮だけでも油をつけて出かけてくださると、うん、とっても涼しいですよ。あ、そのまああれですよね、ちょっとこ う, そ う, そう普通のオイルみたいなの、そうそう、今結構ねいろいろ売ってるじゃないですか。そうだからオイルも水のうちに入りますので、うん、あ、そうなんですね、液体だから液体してもいいんだけど、飲む水だけじゃないですよ。だからちょっと頭皮、だから昔だって日本だって椿油ですありましたね、でそこで柘植の櫛 で、うん、でブラッシングをやるっていうね、で今あんまりブラッシングする人結構少ないじゃないですか。なんか手櫛とかいうのが流行ったから、割とこうシャシャッとこうで済ませちゃう人も多いけど、ちゃんとこうオイルを塗ってブラッシングをね、そうそうそう、マッサージしてっていう、うんうん、だから今ほらブラッシングもブラシもいろんな種類いっぱいありますよね今ね。そうそう、本当にこう LED ライトまである振動をするブラシ、ブラシとかもね、それだけみんな、うん、頭皮が乾燥してきてますね。はあ、だから
いや私しっとりしてますけど、だってあんたいつも塗ってんじゃんみたいな、うん、でも頭塗る人少ないですよね。少ないです日本人ね、うん、そうだからシャンプーするとき、あまり、うん、あのやっぱりちょっと油でマッサージをしてから、うんうん、あのそれからちょっとあのいらない余分な油を落とすぐらいにしていただくと、そうじゃあちょっとあれですか、出かける前もだけど夜帰ってきてこうお風呂入る前にそうそうそうオイルでマッサージしてもらって、うんうん、お風呂でね、それからお風呂でちょっと時間置いた方がいいよね。ああそうね、うん、そうそうそう、ちょっと置いてもらってからお風呂でこう洗い流してもらうっていう風にするとちょっと乾燥も緩んでくる。そうするとこうちょっと他のねカパとかピッタの近づく、そう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 落ち着けるっていうんですかね、うん、ちょっとゆったりできる人もね増えてくるんじゃないかと思うんですけど、そうそうそう、よく男性のほら男性用のさ、うん、あのシャンプーって結構あのペパーミント入ってた、あちょっとスーとするじゃないですか、火が強いから、うん、あなるほどね、あんまりそれをねバータンショーがあ一瞬はスーッとするからいいんだけど、うん、あんまり使いすぎるとまして朝それ使ってるとちょっと冷えるよね。で確かにね、そうそうスースーするからね、スースーするからね、うんうんうん、注意してほしいんだけど、だから例えばまあね、あごめんね、あの、うん、バータどんな人ですかねどんな人ですかねって言ってみますけど、どんどんほらね私喋らさせると舌がねもうあの動き始めたらもう大変なんですよ、わーっていきますからね。まあまあでもね、そういう時はねこうやってねちゃんとねちょっと飲んでくださいね、あの水を飲んでもらうと、人前であってもちょっと飲んでもらってゆっくりとお湯入れてますこれ。それ大事ですね、やっぱりちょっとお湯飲むといいですよ ね、 すね、私もよくお湯飲みますけど、ぬるめ の、 めの、ね、熱くないやつをね、うん、皆さんも飲んでもらって、うん、こう一息入れてもらうと、うん、ちょっと今度バーターはねどんな人かっていうのが分かりやすくなってくると思うんですよ ね、 うね、必ずやっぱり最近ねこうやって、うん、こういうの持ってる人がね、それだけみんな可愛いっていうのを自覚始まったの で、うんそうですね、やっともうね通じるようになったから、うんうんうん、温かいの入れてください、うん、そうですね、ただ60度ぐらいでいいですよ、あんまり熱々じゃなくてほんのりちょっとごくごく飲めるぐらいなね、そうそう、うん、ちょっと温かさ、お腹が温まったなぐらいのね、お腹冷えてる人多いんだもんだって、そうですね、あの手足だけが冷えが冷えじゃないんですよね、そうそう、意外とお腹とか背中が冷たい人ってすごく、ね、お尻が ね、 ね多いんですよ ね、 ね、だけどこうなかなかそれって分かんない、でもちょっと自分で触ってもらったらすごい分かるじゃないですか、そうすると自分はちょっと今冷えてるなっていうのがね、うん、分かると思うので、そういう方はちょっと温かいお水をねそうなんです、飲んでもらうといいなと思うんですけど、どんな人、そう、そこ行き戻りますかね、あ工藤官九郎さん、あそうそう工藤さん、あの、ね、あちょっと見た感じこう、うん、ね、あのちょっとスッとして、そうです ね、 ね、うん、あの何でしたっけ、よく脚本とか脚本人気の ね、 ね、 人気の脚本家の方ですけど、ね、やっぱり忙しくしてたりとか、ね、結構忙しいし、あれだけもう想像力豊かで、うん、もうヒット作品いっぱい書かれるでしょ、ね、そうなんですよ、ね、でこう結構なんかおしゃべりも面白かったり、面白い面白い、やっぱりこうなんか喋ったりするのが得意な人が多かったりするんですかね、だからまあそういう意味で神経が消耗しやすいね、だからさっきちょっと自律神経がね乱れやすいっておっしゃってましたね、やりすぎるね、うんうんうん、私なんかもどっちかというとこうあの落ち着かせるには一人になった方がいい、一人の一人の空間で、あの人がいるともうちょっとでも動かれると風だから煽られちゃう、一緒になってわーってなっちゃうとかね、ましてやもうバータ同士のカップルだったとすると、うんうん、お互いにね話は面白いですよ、もうどん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 主語述語の飛ばしちゃって、でももうなんかはっはっはっ、そうだよね、そうだねそうだね、へえ何が周りから気にする、全くわからないよ、喋ってんのっていうぐらいね、なんかピーチクパーチク言ってるようにしか聞こえないね、全然なんかね、わーってなっちゃうのが割とバータ同士のカップルが多いってことね、楽しいの二人は、二、うん、人はね周りは大変だけど、もうずっとその調子でいっちゃうと、うんうんうんね、そういう人はじゃあやっぱりあれですか ね、 ね、本当はちょっとこ う、 ちょっと外出てくるっ て、 ってちょっとカパの強い他の、女友達と会ってちょっといいか女友達でいいんですね、うん、ちょっとお茶飲むとかね、ちょっと男友達のってそういう感じでいいんですよ、うんうん、浮気してるわけじゃないんだから、あの調節するために会ってるわけだからなるほど、ね、そこをね、うん、あと誰とご飯食べてきたのとかね、お前誰と今日いたんだみたいな、だってなるとちょっとね、そうそうそう揉めちゃうから、 その時男か女かみたいな感じ、もうやめてって言ってね、そこじゃないんだよっていうことをね、その人どんな人って聞いて、あなるほどね、うんうん、僕が足らない部分をその人が補ってくれてるんだねっていう感じ、
そんなゆったりした気持ちになれるぐらいになってると多分いいってことですよね。そうそうそう、私が足らない部分をその人が補ってくれて、彼女が補ってくれてるのね、うーみたいな感じでちょっと少しそういう意味ではその人の悔しかったら、その人の要素をちょっと入れてください。入れてくる、だって私こうなんだからじゃなくって、ちょっとおしゃれしてみてね、ちょっとこうね、こう光り物をつけてみて、キラキラとキラキラピッタだからね、こうやっておしゃれしてみたりとかすると、ちょっとなんか最近変わったね、雰囲気変わったねってなるかもしれないですよね。ちょっとなんか髪変えたねみたいな、そうするとね、あのちょっと火がついたりとか、お互いがね、やっぱりそこやっぱ男女の関係で必要ですよね。なんか相手ばっかりわーって言うんじゃなくて、自分もちょっとそれをね取り入れてみるっていうのをね、いつも台風じゃなくてね、今日なんかそよ風なんかちょっと落ち着いてるねっていうふうに思われるようにするっていうのは大事ですよね。そうなんですよ、面白いでしょ、そういう感じで。そういうふうに見ると結構この性質っていうのをちゃんと理解した上で、こう相手を、まあ、選ぶっていうのは難しいから、こう相手をそこにちょっとこう誘導するような感じにして変えてるの。相手じゃなくて自分を変えた方が早い。自分を、自分の中のこの性質を調整すると相手が変わるから。相手じゃなくて、相手が怒ってばっかりいるんだったら、全くうちの方が怒ってばっかりなんですよね、じゃなくて、あなたが煽ってるからあなたをちょっとしっかりすれば、ピッタが落ち着く。落ち着く、あ、そこ多分分かんない。うちの旦那も寝てばっかりで、もう本当にもう太って、どんどん太って、なんかカパね。そうそう、そしたらちょっと運動して一緒にお散歩しようよとかっていう風にするっていうこと。それ知ってると知ってないととすごく違いますよね、やっぱりね。多い、やっぱりそう、今言ったことすごく多いんだよね。うちの旦那さんすっごい太ってて、ずっと運動もしなくてゴロゴロしてるとか、怒ってばっかりいるとかっていうのをよく聞く話じゃないですか。そうそうそう、なので、まあ、それでピタとバーターの人ってちょっと相手をこうちょっと調整しやすいんですけど、カバの人って土と水だから頑固なのよ。だから簡単には変わらないので、やっぱりちょっとね、動かすっていう、あの戦略に出ないといけないですよね。とにかく外に連れ出して動かすみたいな、カパと水、カパ傾向の人たちはちょっと外に連れ出して、そうだから運動させるっていうのが大事。一緒にお掃除させるとか、その中でも、あのこれやってくんないかなみたいな感じで、ちょっとやっぱり、うまいことね、誘導するっていうのがね。水エネルギーの強い人は、そう、あの頑固なんだね。あの動物で言うと、あ、カバー、カバーを言いましたけど、はいはいはい、好きなんですよその状態が。どっしりとゆったりとね、落ち着くんだけど、ちょっと動かないと、カバーはいいのよ、だけどあなたは人間なんだから、そのうち、ね、人間なんだから、だから中性脂肪食べちゃうとね、そうね、やっぱり病気になっちゃうとね、良くないですからね。そういう意味ではちょっと動一緒に動かすっていうような傾向になってった方がいいし、ピッタの人はちょっと落ち着いてもらうためにゆっくり、例えば2人でお茶飲むとか、音楽聞くとか、本読むとかっていうのを一緒にするといいかもしれないですよね。その自分がどんな状態かっていうのを見て、で相手をね見て、自分もちょっと変わっていくっていう風にするといいのかもしれないですよね。そういう意味では、あの今傾向って言いましたけども、だけど生きてる限りこの土、水、火、風っていうのは私たちの中にあるから、どれが優勢かによって、あのバータが強いのか、ピッタが強いのか、カパが強いのかで、その人の見た感じの印象が変わるってことはちょっと覚えておいてね。見た感じの印象も変わるね。だから例えばそれが分かってくると、好きな音楽っていうのもほら傾向であるわけよ。あ、ね、それぞれの傾向、だから動かないんだったら音楽かけてこう太鼓ダンドン鳴らしてね土をガンガン踏ますとかねそんな感じで土着的なこうダンスダンスみたいな感じのだったらカバーちょっと動けるかな、それにカバーなのに舞うように動きなさいって言ったら、それバーター得意なのよ、風だからね。舞はすごいんだけど、カバーの人にこれはできません、確かにね、大地を踏みしめるような、だったらちょっと動けるかなみたいな。でそのうちハマっちゃってね、もう習慣づいたらやってくれるから、あ、習慣で大事なんですよね。そうなんですよ、そうなかなか習慣つけるって難しいじゃないですか。でも習慣づいたらきちってるのがカバーの人なんですよね。バータって飽きちゃうからすぐ違うことやっちゃう、でもそれがバータだから、それも一つのほら個性なので、一つの個性として見ればいいっていうことですよね、という感じです。そうなんですね。じゃあこのバーターの人はちょっとファッてなりがちだから、そうそう、
うまいことね、こう自分で落ち着くっていうのを一息入れてもらうっていうのがいいのかもしれないですね。でそれぞれのなんかちょっと今さっくり言ったけどちょっとだけまとめてもらうと、うん、このケアをするのに最初マッサージするといいとかっておっしゃってたじゃないですか、ね、バーターの人はやっぱりそうオイルで、うんね、マッサージするとその乾燥がちょっと落ち着くって、からちょっと風あのバーターのエネルギーがちょっとこう鎮静させられるって言ってたじゃないですか、うん、こピッタの人も同じようにオイルのマッサージでもいいんですか。いいんですよ、その時に、うん、アロマを使えばいいんです。あなるほど、そこはもう得意でしょ、うんうん、火のエネルギーが強いんだから、うん、ちょっとこう鎮静させるような鎮静で落ち着かせて、はいはい、例えばフローラル系のね、うんうん、ローズなんか最高ですよ。あそういうので、あなんかこうね、うん、鎮静してしっとりしてくるし、うんうん、そういうオイルを使う、だからその何のオイルを使うかによってもね、うん、ちょっとずつ変わってくると思うんですけど、そうそう、でカパの人はちょっとこうスパイシー、ね、スパイシーな感じのジンジャーとかね、あそういうのが入ってるのでやって、うん、みんなじゃあちょっとそういうケアをしてもらうといいかなっていう感じなんですかね。バーターほら舞い上がってるんだからちょっと樹脂系の重い、うん、ほらあちょっとかラベンダーにパチュリとかなんかちょっとサンダルウッドっぽいのとかそんな感じで、サンダルウッドもあのちょっと鎮静させるから火をね、うんうんうん、ピッタの人好きですよね。あピッタの人が好きなんですね。だあそうかそうか、はい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 、そういうのをね、そんな感じで、うん、アロマテラピーとくっつけて、うんうんうん、あの体質ああこの人あの水が強いから、うん、ちょっとこうスパイシーに、うん、あのジュニパーでもいいじゃん、あ 水を動かすね、うん、ちょっとそういう感じで、でもあのマッサージは強めにやんないともう頑固なんです頑固ね、そう大事ですけどね、その辺がね、そうそう、そういうケアもやっぱりそれぞれ、ね、その時あくまでもその時の状態でね、これが年齢によってもどんどん変わっていくし、そうそうそう、若い時はもしかしたら風邪だったかもしれないけど今もしかしたらちょっと、ね、うん、水になってるかもしれないし、ね、基本的にだんだん年取ってくると、うん、私ももうちょっとで64歳なんですけど、はいはい、あの見えないでしょ、うん、若い若くなってます、理論分かってるから、そう会うたんび若くなってく気がしますよね。だからもう私なんか毎日オイル塗って風呂入ってもうあのでも時によっちゃもう朝もオイル塗って風呂入るし、夕方もあ今日疲れたなって時は風呂入って寝るみたいなね、その時はもうアロマない時はアーモンドオイルだけでやるとか、うん、とかいろいろいます。そうですね、うん、あのオイルの性質もあるからね、うんうん、そういうのはちょっとね、そうそうそう、知ってる人とかちょっとね、そうなんかメールもらったりすればなんかお話できると思うんですけど、そういうのでどんどんケアしてもらうとみんなね多分いいんじゃないかなと思うんですよね。そう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 、もうバーターの人なんかね待ってんだから、うん、もう優しく優しくもうこうやってもうそ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 う、こうやってゆっくりやってあげると落ち着くから、うん、カパの人にこれやって何やってんですかみたいな、になるけどみたいな、くすぐったがる人いますよね。でもそれを例えばだんね、あのご夫婦でやったりとか、そうそうそう、カップルでやったりすることによってちょっと変わってきますよね、そう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 、やっぱりね、そうそうそう、うん、うちの奥さんね、そうそうそう、落ち着かせなきゃいけないって思ったらこう、まあまあまあ、男の人って、まあ、そういう意味で男の人ってこう、ね、火のエネルギー強いけど水も入ってるから、うんうん、あの女性よりも客観的にちょっとこう俯瞰して女性見てるかな、うん、そうですね、女性ってこう変化しやすいので風だからヒャーってなりがちですからね、ヒャーとかなりがちですから、うんうん、まあまあまあこうやってよくやるじゃん、こうやってこうやってまあ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 とか、そうやね、触ってきますよね、触ってね、触ってきますよね、触ってね、何してんのエッチねえみじゃないの、うん、あなんか私落ち着きないのかなってそうだね、そこをちょっと、間違えないように女性の人がね、なんか触んないでよじゃなくて、うん、あっていうのでお互いこうマッサージし合ったりするともしかしたらこの関係性ってすごくそうなんです、だからやっぱり、ね、良くなっていくんじゃないかなと思うんですよね、私なんかそういう意味で誰からも触られませんけどだって辰野さんそれね誰からも触られないって動きすぎだから触ろうかなと思ったらもうどっか行っちゃってるみたいなね、そういう感じなのでせっかく告白しようかなと思ったら今やってるだけにいるんだってよみたいな、あれみたいなね、そう自分で妄想してますからね、うん、これね、すいません、いやでもそういうの大事ですよね、大事でしょ、風の性質の、うん、風の性質、ね、あの空想してるからもう妄想がね激しくなるって結構ありがちですけどね、自分の中の風のエネルギーを楽しんでます。いやでも妄想って大事っていうじゃないですか、大事大事、ね、うん、やっぱりその妄想をしっかりして、うん、
自分でね、やるんだったら楽しいもん、そうしようね。そうあのちょっとこううってこう家に入りやすくなっちゃうから、うんうんうん、そういうのじゃなくてね、そう楽しい妄想をしつつ、うん、やりすぎね、病的にならないように気をつけて、なるべくこうちょっとね人に触れてもらったり、そうですね、だから私なんかマッサージ大好きですよ、ね、うん、ちょっとあちょっとなと思ったら、うん、もうすぐもうマッサージみたいな、そうですよね、だからなんか自分たちも仕事としてやってるけど受けるのも意外と好きだったりするじゃないですか、人から触ってもらうとちょっと我に返るっていうかな、うん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 、やっぱり人に触ってもらうと、ね、うん、あのエネルギーがねちょっと変わってきますね、そうですね、そうするとちょっとねみんなこの男女の関係もだし人間関係もだし うまくいきそうな気がしますよ ね本当にちょっとこう皆さんね参考にしてもらって自分のねこうエネルギーがカパなのかピッタなのかウィータなのかっていうのをちょっとね探りを入れつつ自分はどんな風に過ごしたらいいのかなっていうのを参考にしてもらえたらねいいんじゃないかなと思うんですよね。そうそう、まあ、これを機会に、まあ、いろんなね、うん、アイルベイダーちゃんと教えてらっしゃる方たちいっぱいいらっしゃるので、うん、そうですね、ちょっと入門編なんか受けてみようかなみたいな、うん、とかねちょっともうと、ね、あの本読んでもらったりとかね、うんうんうん、いろんななんかあるので、ただあの結構ね今ほらネットの情報ってたくさんありすぎるから、ね、あのそれをなんか鵜呑みにはしないでもらいたいっていうのはねちょっとありますよね、あくまでもその時の状況だし、ね、あのコロコロ捉え方がまたバータとピッタさんカパさん違うのよね、うん、違うからね、だからそういう意味では今本当2020年、うん、25年ってなんか激動の時代なんでしょ、うんね、風の時代で ね地震が来るとかなんとか言っちゃって、うん、そういう時にこそこういうちょっとあの理論分かっておいてもらうと、うんうんね、そうですね、うん、あの過ごしやすくなるし、こう対応しやすくなるね、相手との、ね、関係も保ちやすくなると思うんでね、うん、ちょっとこれでやって過ごしてもらいたいなと思うんですが、もう本当にすごい勢いでだいぶ長く喋っちゃいましたね、はい、あのそうこれちょっとあの長くなっちゃったんで2回に分けて放送させてもらおうかなと思っております。はい、なので、まあ、皆さん今回ね、そうですね、ちょっとアーユルヴェーダーね、あの初めて聞いたっていう人もいるかもしれないんですけど、うんね、何回も再生してください。そう分かりにくいとかちょっとね、水の強い人はやっぱりね、うん、何回も再生して一回じゃ覚え分かんないですよ、分かんないですからね、うん、何回か聞いてもらうともしかしたらあーって納得できるかもしれないのでね、これちょっと5月の5月6月とねちょっと放送させてもらって、あのまたね7月にまたちょっと違う内容でお送りしたいなと思うので、はい、またその時よろしくお願いします。はい、今日はね、はい、皆さんどうもありがとうございました。ドリーム放送局 FM ルピナスをご覧の皆様、いつもご視聴ありがとうございます。 FM ルピナスの各番組ではスポンサーを募集しております。ぜひ概要欄のスポンサー枠購入ページをご覧ください。もしくは公式メールアドレス info@fmlupinas.com までお問い合わせください。楽しい番組をお届けするため応援してくださる方をたくさん募集していますので、よろしくお願いいたします。